こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルトビートは始めていきましょう。ジャパンカップ準々決勝、武蔵野ホーネッツです。一定的に今回はこの試合だけ行います。行きましょう。さあキックオフ。パスは通った緑だが、もうちょっとやっぱり詰める必要があった。いい縦パスなあ、決まった。先取点です。から決めました。クリーンナイス。さあセンタリング、守っているが、あ、やばい、抜け足は危なかった。そこがピンチ。幸子ナイス。縦パスは2をでもバドウェイに取られてしまう。ちょっと流れが悪い。松木は直接キャッチ。あと失敗だが、前川が出してしまいましたね、相手。こちらボールをスローインになります。しっかりボールをキープしておきたい。いいですよ、美穂。だが、そこを決められたらやばい。どうですか、チコは取る。緑から一応あやかい。今度は前半終了です。中盤の疲れが目立ちます。2人交代、フレッシュした状態で後半スタートです。危ない、おお、いきなりのピンチでした。1点入っても全然おかしくなかった。さあ引き続き攻められております。これは冷静です。先生、いい判断。急に、だが、これはオフサイド。
三池託します。さあセンタリング、でもパスが通らない。ここで交代枠を使い切ります。危ない、あっと中に入られてしまう。相手のキックの精度がすごく高いですね。さあここで緑、この枝を拾ってほしかったが、あるですかね。さあ、あっとノーホイッスル。さあ試合時間あと気がつけば10分です。いいですよ、窓か直接もう行こう。あっとダメ、弱かったなキックが。逆に相手のピンチになってしまう。ここも相当疲れております。さあマナミがもう直接1対1やりました。ダメ押しの2点目。なんかディフェンダーばっかりが前行ってますね。なんだこれ。決定打を決めました。試合終了、2対0、準々決勝突破、準決勝に進出です。決められませんでしたが、2本から7個、これが2本インセンタリングでしたね。これが先取点につながります。決めてくれました。1対1になりましたが、全員攻撃リスクもありますが、この思い切った攻めは良かった。ボール支配率が高いんで、非常に会心の試合だったと言えるでしょう。まあ、いくつかゴール前にハイライト危ないシーンはあったけどね、運も良かったのかも。さあこれで、準決勝の相手はキャピタル東京となります。他リバセ大阪、筑波長間と N1 がやっぱりここへ来ると勝ち上がってきますね。一応気配かな。さあ順位をおさらいしておきましょう。現在首位は筑波長間、これはもう優勝決定です。最終戦を残してリマッセ大阪が39点、このリマッセ大阪がやる相手が筑波長間です。で、私たちクラーカリバーズがやる相手がメンソーレ那覇、36点です。違うわ、クラーカリバーズがやる相手は合ってますね、メンソーレ那覇、4位のチームです。勝つことが条件かな。リマッセ大阪はちなみに筑波長間だから、筑波長間が
セ大阪に勝ってクランカリバーズが引き分け以上だと進出。ニワセ大阪が勝ったらダメですね。3位ということで N1 2以上は確定できずに、来年のアジアチャレンジトロフィーがなくなってしまいます。ニワセ大阪と筑波田川引き分けだとクランカリバーズは勝つしかないので、メンソーレナハには勝ちたいですね。メンソーレナハは5対0でボコボコにした相手ですね。これが今回も通用するかどうかまた別問題、ホームでしたからね、その時は。ということで、いよいよ最終戦、メンソーレ那覇公式戦になります。勝って決めたいところです。ありがとうございます。これでカルチョビットアーの配信終わります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。